い、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、お久しぶりでございます。です長らくお待たせしました。ちょっと私も予定が全然作れなくてごめんなさい。今日は久しぶり、久しぶりだね。はい、今日はですね、ゆりちゃんのレッスンです。はい、ありがとうございます。ゆりちゃん、今日のレッスンは何でしょうか。今日はバックスイングの時の右肘の使い方についてお話したいと思います。はい、はい、右肘、今日はもう右肘を気にするだけで上手に打てるという魔法の、トップの形もすごい綺麗になるし、うんうん、わかりました、はい、じゃあ早速お願いします。右脇かな、右脇から右肘にかけての使い方がおかしくなると、トップの形がめちゃくちゃまずおかしくなるんですよ。右脇、一番多いのが、うん、まあ、完全に両下を伸ばす。で、右、左肘とかで曲がっちゃう。あ、左肘も曲がってるね。そう、右脇を締めるということを意識しすぎて、あ、いる。で、正面からの外は全然ない。うん。で、右脇は確かにさっきみたいにババッと開いちゃうとあんまりいいトップにならない。これぐらいだったら動かなきゃいけない。なるほど。こういう風に動くようになる。こういう風に動くのって左肩が顎の下に入る感じ。うん。こういう感じ。おお。で、右脇を締めない。よくなここにタオルとかさ、練習する人とかいると思う。うん、いるね。この時も右脇に集中しすぎないで肩を回すということを結構考える。なるほど。あれはさ、してもこうやって締め考える、うん、こういうことにならないようにやり方をしっかり。おお。なるほどね。苦手と私思ってたけど、肘、脇ばっか気にしてるからか。そう、で、結局肩が綺麗に回ってないと、うん、うん、肩のこの角度が浅すぎて、トップからインパクトになって胸がめちゃくちゃ開いちゃって、フェイスも一緒に開いちゃう。うん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 。こういう、ミートボール、オーバースイングうん、なるほど、なるほど、なるほど。なので、もちろん右脇を締めるの、開かないように締めるってことは大事なんだけど、そっちばっかりに集中せずに肩をしっかりこう回すうん、うん、いうことも考えながら、うん、バックスイングしてもいいし。ありがとうございます。めっちゃ分かりやすかった。でも結構そうね。で、これを改善しようとして締めると肩回らないが一番多いかな、うん、確かに。なので正面から誰かが取ってもらったり鏡でもいいです。上の肩がしっかり顎の下に入って右の肩甲骨が正面に見えるように、うん、回ってない、うん。これ体硬い人でもここぐらいまでだったらみんな周りにめっちゃここをコントロールしてて、めちゃくちゃこう筋肉がね、だったら筋肉の邪魔でこう回らないっていう人もいるかもしれないけど、どれだけ体が硬くても大体このぐらいまでは筋肉がね、うんうんうん、ちょっと鏡を見ながら、もしくは誰かに正面でこう撮ってもらいながら、うんうん、教えてほしいなと思います。はい、じゃあゆり先生、今日もレッスンありがとうございます。ありがとうございます。あ、ぶれちゃった。